皆さんこんばんは、あきらお兄さんやで、パイーン。あきらお兄さんじゃない、あきらお兄さんじゃなかった、間違えた間違えた、浜谷やで、パイーン。ですね、今僕らがどこにいるかと言いますと、ちょっとですね、いいですか、もう早速行っちゃって、あそこにね、超大御所俳優がいるんですよ。手元、右の右で、それ左でしょ。あ、見える、あれ古田さんです、古田新太さんです。でね、今僕らはあきらお兄さんが出演するミュージカル衛星の楽屋に来ております。それでなんとあきらお兄さんが稽古をしているところを撮っていいと、しかも共演者さんとかも撮っていいと心よくちょっと言われまして、これから僕ら稽古場に潜入いたします。ちょっとあきらお兄さんっぽくないところをね、多分撮れると思うので、皆さん期待しておいてください。じゃあ行ってきます。あきらお兄さん、やってに、上司も従業員も関係ないぞ。それぐらい俺だってわかる。ああ、お前の希望を言え。あさこさんはどっちが好きなんですか。この身がお役に立てるなら嬉しいので、愛してくれた方を好きになりますよ。今はっきりと自覚した。俺はお前より強い思いで花室を求めている。反論せねば、反論せねばと思っていた。しかしこの時、心のずっと奥の方で、お前の負けだという声がしていたんです。そしてその声の主は俺だった。先生、お疲れ様です。
何をそんなにイラついてるんだ。今さら結婚式なんてどうでもいいよ。必要のないことに金は使わない。この経験もいつか金に変わるさ。式場がいかに稼いでるかを知るいい機会だ。こちらお願いします。なんだお前ら、俺は新聞記者だ。俺が呼んだんだ。もう一枚取ります。冠婚葬祭が新聞に載るようになったら、それこそ地元の名士だ。それはしなさるじゃねえんだぞ。どうもお前星さん、この度はに、ね、いやいや、あずか平塚の市長さんだよ。市長これより20分休憩します。20分休憩します。すごいな。すごいな。すごいな。すごいっす。あきら兄さん、真剣だったな。めちゃくちゃ真剣です。真剣だったな。そう。俺なんかいつも見てる顔じゃないな。すごい。お疲れです。何しとんの。すなよ。え、映します。映します。いやいや、映します。歌ってるじゃないですか。歌ってますね。歌っとんね。あんな上手い人の後に歌うかと。いやー、恐ろしいよ。恐ろしいね。僕ら入れるのここまでらしいんで。はい、一通り取れたんで。あ、ほんまに、はい、一通り取れた。一通り取れました。あ、一通りっていうか、あの、うん、写したい人とか。あ、ほんま、はい、ありがとうございます。帰ります。気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。また明日。また明日。明日も会う。また明日。また明日も会います。明日、じゃあ明日、明日の明日。また明日。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれからも引き続き頑張ってください。あ、ありがとうございます。ごめん、いつもとちゃう。いや、もう大俳優さんなんで。やばくない？やばいっすね。やばいっすね。なんかもう熱量がここまで伝わってくるみたいな。結構遠かったんだけどね。いやすごいわ。あのそうそうたる面々の中で明野兄さんと歌って踊って、いやすごいわ。この舞台は7月9日から25日まで、東京公演は TBS 赤坂、アクトスシアターで出てるんで、ちょっとチケットとかまだわかんないんですけど、もしチケットがまだあるだったら買って見に来る価値は絶対あると思います。ちょっと今日は一風変わったパインチャンネルお届けしましたけど、どうでしたでしょうか。なんか締め方わからんな。いつも簡単に締め方わからんな。いやすごかったわ。じゃあ皆さんまた会いましょう。